こんにちは、長山です。こちらの動画では今更だけど Facebook 入門講座ということで、今から Facebook を使いたいと思う人のために作ったものです。もしよかったら参考にしてみてください。それではここからは簡単に Facebook で何ができるかを解説していきます。よろしくお願いします。まず SNS についての大きな勘違いなんですが、まあいろいろ SNS って言われてもいろいろあると思うんですが、よくあるのが、まあ別にこれでもいいんですが、その日に会ったことなど友人と共有するツールだと思われがちなんですが、それはあくまで付加価値、まあ別なものっていうことで、本来の目的っていうのは友人や知人との関係を長期化にわたって保つためっていうのが一番いいかなと思います。それはなぜかというと、つながっていれば、もしあなたが引っ越ししたり海外に行っても相手との関係が途切れることなく連絡取ることができるというところが一番の利点かなと思われます。では、まあ、僕のちょっと Facebook ページでちょっと説明しますが、まあ、Facebook とはもうちょっと突っ込んで言うと、一体何かっていうと、まあ他の LINE や Twitter などは匿名でも可能なんですが、実名制のソーシャルネットワークサービスということで、交流がなくなってしまった友人などと簡単に連絡することが可能だが、そこでなんですが、匿名じゃないってことなので、投稿する記事に注意する必要があるってことなんですよね。で、次行きましょう。で、便利な使い方なんですが、まあこちらちょっとさすがにちょっと著作権の問題でモザイクとかありますが、これ私の友人なんですよね、友人の皆さんなんですけど、で こんなことができるということで、出身や学校や友人などで友人を探すことが可能で、好きな人が集まることが可能なグループ機能も使えたりとか、あ、ちょっと字間違ってますけど、ちょっとイベント時などイベント情報などがあり、参加もできるっていうところが Facebook を使うもう一つの利点として挙げられます。で、次、まあ、もうちょっと詳しく、使うメリットについてお伝えしますが、まずは僕ちょっと岩手県ですね、ちょっと店名とかはちょっと、まあ、出ちゃってますけど、ちょっと隠してあるんですが、出身、学校、登録などで友人探しができますし、あなたが登録することで相手からも探してもらうことが可能ということになります。で、メリットにですが、あなたの趣味や例えば思考などからも、Facebook ページっていうものがありますので交流が可能になりますし、そういうグループを作成してトークや情報を共有することもできます。あと、もっといいのですと、同窓会などでも使えるのでやってみるといいかと思います。で、最後にメリット3ですが、ページなのでイベント情報などが、取得できて、その告知ページがあるんですね。そこからあなたがチェックしたいものや参加したいイベントなどが探すことができます。このように、Facebook は、日本人の大体2割以上の方が使う最大の SNS で、ものすごい使っている人が多いので、もしよかったら使ってみてください。ということで Facebook の入門編ということで簡単に概要をお伝えしました。この次は実際にどうやって使っていくかを解説したいと思うので楽しみにしてください。ではありがとうございました。